日本鹿児島県鹿児島市、商用台町商用台町は、鹿児島県鹿児島市の町、旧日置郡松本町大和座商用台。郵便番号は899-2707。世帯数は561世帯、人口は1817人。商用台町は、鹿児島県住宅供給公社によって建設された、分譲住宅地である、ガーデンヒルズ商用台の区域にあたる。 町域の面積は0.379平方キロメートルである。鹿児島市の西部、福山川の上流域に位置している。町域全体が丘陵地上に鹿児島県住宅供給公社によって開発された新興住宅地である。町域の北方から東方にかけては、石ヶ谷町、北方から西方にかけては、福山町、南方には、上谷口町が接している。 町域の南端を鹿児島本線が通っており、上谷口町との境界線上には上伊集院駅が所在している。上伊集院駅周辺は分譲開始に、伴い遊歩道や駐輪場が整備された。町域の東部には市営及び県営住宅が多く所在しており、西部の多くは分譲地となっている。鹿児島県立商用高等学校は隣接する福山町に位置しており、 商用台町の区域には含まれない。二千三年七月四日に、ガーデンヒルズ商用台として造成された区域にあたる、松本町大技福山あざ鎌ヶ坂あざ三丹田、あざ袋黒型に、あざ北ヶ坂あざや、中田、あざさんの口及び、大技石ヶあざ折尾、あざ鳥羽見、あざ高塚並びに、大技上、谷口屋材での平、あざ北ヶ坂あざ山浦、 アザ・ナガタ、アザ・マルタ、アザ・ゲ、オリオの各一部より分割され、松本町の大アザ、商用台として設置された。2004年11月1日には、松本町が、日置郡郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島,島町、イブスキ郡木入町と共に、鹿児島市に編入された。合併に際して設置された、法廷合併協議会である。 鹿児島地区合併協議会における協議によって、松本町の区域の大技については、地の区域を廃止し、当該廃止された地の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、 鹿児島県の国示である町の区域の設定及び字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大座商用台は廃止され、大座商用台の全域をもって新たに鹿児島市の町、商用台帳が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計の値であり、商用台帳が設置された2003年以降の 人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上谷口町との境界線上に上井住院駅が所在している。ありがとうございます。